皆さんこんにちは。私の BRK の刃付けになるんですけども、他のナイフも基本は変わらないんですよね。メインで使ってるのが BRK になるんで、それで、これもね、今までね、問い合わせを受けたりとかね、聞かれたこともあるんですよ。で、その中で先に結論からいくと、このね、刃付け、エッジアングルっていうのはその人の使い方で変わるんで、自分で使いながら調整するしかないですね。ただ単に巻き割りバトニングって言っても、やっぱりね、使い方がいい悪いとかいろいろあると思うんですけど、あまり鋭いエッジをつけると刃を曲げてしまう方とかっていると思うんですよ。それなんで、もう自分で使いながらで、本当にスーパーシャープの方がいいんであればスーパーシャープにして、でそれで使って、調子良ければそれでもいいし、まあそう思いますね。ただ切れ味がいいから、おおすごいなっていうふうには私は思わないですね。でやっぱり最初の頃っていうのは、まあエッジトラブルとかっていうのもあったんですけど、どれぐらいかなとかね。でまあその中で、もう刃付けの考え方に関してはもう固まったのがね、今まで多分6年ぐらいやってるんですけど、4年前ですね。でそれなんでかっていうと、このレジェンドになるんですけども、ブラボー 1LTCPM3V になるんですけども、これを使って、ああそうかと思ったんですよね。まあ他のもある程度固まってたんですけども、これをね使って、で私やっぱり焚き火はファイヤーボックスをメインでやってるんですけども、これが一番最適だなと思ったんですよね。なのでまあ、ある意味ね、いろんなナイフを紹介してるのかもしれん、してるんですけども、悩ましいとこでもあるんですけど、これがね、ベストファイヤーボックスナイフと思うことも多いんですよ。それぐらい、すごい気に入ってるしね。で、ハンドルはこの BCM に、レッドライナーですね。でこれ当時来た時っていうのは今よりかなりシャープだったんですよ。もうスーパーシャープ、30度弱に限りなく近い30度弱だったと思うんですよね。でこちらはフラット気味でのコンベックスで、でこちら側はね深めのコンベックスになってるんですよ。でフェザーも作りやすい、でハンドルもものすごく太くて、握るともう固定されちゃってほぼ動かない。で私の、ハンドルはね、今度はねまた別で紹介しようかなと思ってるんですけども、ハンドルのことは太いんですよ。ただ別にこのままでいいなと思ってるんですよね。これは形を変えたくないし、これが思い出深いナイフの一本なんで。でやっぱり使っていくと、ストロップ4年間で刃はね結構アングル大きくなってるんですよね。ただまだ使えるし、どんぐらいになったら限界まで使ってダメだなと思ったら研ごうかなと思ってるんですよ。研ぐのはね苦にならないんですけど、これはいろいろ理由があって研ぎたくないんですよね。でこれが30度、ちょっとぐらい、ざらつきがあるんですよね。ストロップしてもこれがもう治らなくなってきちゃったんですよね。で本当はね、だけどこれは、このままにしときたいっていうことで、でこれがなんでこれで決まったかっていうと、こんなにね、当時これより自分で研いだのは鋭くしたことがなかったんですよね。こんなに行ってもいいもんなのかっていうのが分かんないんで。でスカンジとかであれば三角関数で角度とか求められるんですけども、
まあ、これ推定で私のあくまでも感覚になるんですね。きっちりした度数ではないんですよね。そういうのもあって、紹介する価値があるのかないのかっていうのはちょっとわからなかったんですけども、で一番分かりやすい3本が今これかなと思ってるんですよ。まあ、3タイプの発毛をすることが多いんですよね。こちらから ABC っていうような感じですね。で A が当然鋭いんですけども、これが30度弱で、私の言ってる30度弱が、まあ、大体合ってると思うんですけどね、28度でプラスマイナス1で27から29で、これを B にしてるんですけども、30度29度から31度、ちょっと29度のところで被るんですけどね、まあ、これはあくまでも感覚なんでね、正しい度数ではないと思います。出せないんでね、まあ、そんなのもね、まあ、出そうと思えば出せるのかもしれないですけど、そんなめんどくさいことはね、やる気もしないんでね、もう自分の感覚でもう感じるままになるんですけどもね。でこれが30度強、32度前後、31から33で、ブラボーに関してはここのベリーのとこはそれより鈍くしてありますね。大きいアングルにしてます。まあ、チョッピングするのとクロスバトンとかもガンガンいくんで、ここはね少し負荷がかかるとこなんで鈍くしてあるんですよ。でこのスーパーシャープ、まあ、スーパーシャープなんですけど、いい意味でこれはもうクレイジーシャープですね。私の中ではもう抵抗が全くないんですよ。ナイフの重さで切れるような感じですね。まあ、でこのね、刃付けをどうやって決めるかっていうのは、まあ、いろんな方の意見があると思うんで、いろんなのを見た方がいいと思うんですよ。であくまでもその方がどういうのどういう感じで使ってるかっていうのもしっかり視野に入れた方がいいですね。でどういうものをやってるのかっていうのはね、例えばこの刃でチョッピングっていうのは私はしない方がいいと思いますね。 BRK でもね、これクラスの辺の箱出しでも来ることがあるんですけど、まあ、チョッピングすると刃が飛ぶことはありますね。それなんでそういうのも考えた方がいいですね。でこれはファイヤーボックスでもいけます。私が使ってファイヤーメイキングする分にはこの鋭さでも全然いけますね。でちょっとね、やっぱりね、面倒だったりとかラフに使いたくなってくると、どれぐらいなのかっていうのが出てくるんですけどね。この B にしてる30度、こちらよりはこれも私の中ではこれがスーパーシャープですね。これがクレイジーシャープ、落ちるけどこれはこれでも鋭いですね。まあこれでも十分だからね、基本最初研ぐ時っていうのはこれぐらいにしてるんですよ今はね。こういう風に研ぐものもあります。鋭いですよ。でこれが一番鈍い。まあね、ペーパー切ってんの見てるだけだとね、ちょっとわからないかもしれないですね。でも抵抗は全然違うんで、実際自分で切ると違うんでね、これで覚える方が早いと思いますね、感覚で。これが一番ザラつきが多いんですよ。まあ音とかでね、分かればいいんですけどね。ここの辺ぐらいになるとはアングルが大きいんで一回引っかかる感じになるんですよね。ここですね。まあそういう刃付けになるんですけども、でね、これはでね、私鹿肉いただいた鹿肉をまあその部位のままね、セロースとか1本もうほんとでかいので来るんですよ。そういった時に肉を切るのもナイフで切るんですけども、
まあこれでもね切れなくはないんだけど、一番切りやすいのはやっぱりねこれなんだよね。これ全然違うんですよ。で脂肪とかついてる部分とかも除去したりとか、まあ、トリミングもそうなんですけど、この鋭さが一番快適なので、だからブッシュクラフトハンティングっていうくくりでいくと、このエッジっていうのはものすごいいいなと思うんですよね。でも一般のキャンプの方で使うんであれば、私はこれぐらいの辺がいいのかなとかね思うんですけど、まあそれはね人の個人のねがあるんで、ただ髪を切って切れが味がいいんだって喜んでると、実際やるとね、こんぐらいのエッジでも歯曲げてやると歯曲がったりとか歯こぼれとか起こすんでね。でその中でもやっぱりね BRK のこの CPM3V っていうのは負荷がかかった時にトラブルを起こしにくい、まあ、市場でね最も有効な一つ、これと同等クラスっていうのも他にあるのかないのかがちょっとわからないんですけど、同じ BRK で使ってる CPM クルーエアがそれなりに、まあ、同等、私はクルーエアに関しては 3V をよりバランスよくした鋼材っていう風に考えてるんですけども、で大幅なスペックアップっていうのはないと思いますね。でタフネスとステインっていうのがほぼ同じで、一番変わるのがこのエッジリテンション刃持ちなんですよね。クルーエアの方がまあ圧倒的にですね、感覚でいくと 1.5 倍ぐらいになるんで、で刃付けもこの辺の一通りやってるんで同じ感覚でつけて大丈夫ですね。ただ私が使ってる、なんて言うんだろうな、より負荷をかけるんであればもしかしたら差は出てくるのかもしれないですね。ただブラボー1とかぐらいでチョッピングしてるぐらいの負荷だとクルーエアと 3V っていうのは同じ刃付けで大丈夫ですね。でそれをこの中のキープするのでいくと、これですね、これがね実はねあんまり使ってないんですけど、フィールドでは 2,3 回、なんでかっていうとこれアンブッシュブルートっていうナイフなんですよね。もうアンブッシュ廃盤になって BRK でもリメイクされたんですけど、もう生産されてないですね。で大きさ的にね微妙っていうかね、私はブラボーが好きなんで、例えばブラボー1とガニの中間のようなナイフになるんですよね。そうするとブラボー1かガニ持っていけばいいなっていう風になるのと、理由がまあそれなんですよ。でねこれもすごいのが、多分今所有してる中ではこれが一番鋭い。でねこれねエッジをストロップももうしたくないし、でこれが30度弱の27ぐらいなのかなと思ってるんですよね。先生自体がねもともと30度弱を好んでつけてるんで私の手元にあるものはほとんどこの辺クラス、これよりまあこれと同等ぐらいの時もあるけど、基本これ以外ですね、こういうエッジはないですね。でこれが例えば A の中でも、さっき言った度数が27、28、29、これは本当に A、 これが A プラスっていうような感じなんですよ。これが一番ものすごく鋭いでね、これはねもともとね鋭くなったのか鋭くしたのかがまあ理由もいろいろあると思うんですけど、もともとセーバーグラインドをコンベックスにしてるんで、こっちはね本当に浅いコンベックスですね。でこっちが深めのコンベックス、これが一番シャープなんですよね。だからこれをもう本当に これもすごいんだけど、これはもう狂ってるぐらいで、これでもファイヤーボックスには、ファイヤーボックスのファイヤーメイキングには問題ないですね。あれ引っかかったね、すごいですよこれ。でねこれを一番鋭いエッジっていうような風に思ってるんですけど、私が持ってる中でですよ。でそれでこれを基準にしてるっていうかね、これよりは鋭く絶対しない。で仮にねこれぐらいになってもブラボーで、これも同じブラボーですけどね、
これもね、ファイヤーメイキングに参加してるんですよ。このいいウッドなんですけども、まあ、やりたくなっちゃうんですよね。これはそういう目的のナイフでもないんですけども、ブラボー1 LT ハンターなんでね、まあ、そういった場合はね、これなんかはもうこういう刃付けにすることはないですね。だからね、一番無難なのはね、これぐらいに刃付けを自分でするんならして、で、あとはこれより鋭くするか、これより鈍くするかとかね、使ってるうちにこれやると飛ぶなっていうのは刃が分かるんで、こういう感じなんですけどね。これもほぼ抵抗はないんですけど、こっちなんかよりは少しちょっと毛羽立つ感じです。でもそんな思ったよりね、毛羽立ってないんですけどね。ちょっとね、これね、ペーパーだけだとね、私だとちょっと伝えづらいのかもしれないですけど。それで、あとね、これがメインナイフになるんですけども、これバード&トラウトでね、一つ違うのが、さっき肉を切ったっていう時の話があるんですけど、鋭くしてもここのティックネス、厚さでもかなり変わるんで、このベベルがね、薄いか薄くないかで変わるんで、ここのね、5ミリぐらいのところになると、これもともと刃厚が 1.7 なんで、当然これよりは薄いんですよ。それなんで、これはね、仮にね、この辺で言うとこの辺ぐらい入りますね。実はそんなに鋭いエッジじゃないんですよ。で、バード&トラウトは、私の考えではこの辺のエッジにしない方がいいですね。刃はね、多少鈍くてもいいと思います。で、実際じゃあ何を切るかのっていう話になるんですよ。でも鹿肉をトリミングなんかするときっていうのは、これが一番切りやすい。でね、ベベルがね、やっぱりね、薄いと刃はね、最初入ったときにあと裂くだけなんでね、当然薄い方が切りやすいんですよ。それなんで、まあ、何を切るかですよね。そのまあ、ある程度ね、やっぱりね、アウトドアで使うから、まあ、食材だけ切るっつってもね、鉄板の上で切ったりとか、そういうのもいろいろあると思うんですよ。それなんで、少しね、これは例外で30度強のエッジの方がいいと思いますね。こんなんでね、本当にトキントキにしたら、まあこれ、まあ渓流魚さばきますよね。で、ちょっと大きい魚なんかやると歯飛ばすんでね、まあ実際それ試してるんですけども、それなんで、まあちょっとね、これはあんまり鋭いエッジをつけない方が私はいいと思います。で、これ全部ね、ベベル高いですよね、コンベックスで。で、これをスカンジでね、やるかっていうと、スカンジの方がね、どうしてもね、ここの肉厚になるんで、本当のアングルの先端が鋭くなってても、引っかかる感じがするんですよ。ペーパー切ってもそうなんですけども、肉を切ってもそうですね。これ、ヘレ手間紙カーボンになるんですよ。このハンドルもものすごく綺麗なハンドルなんですけど、これも長いこと愛用してましたね。ただね、 14C28N を買うときにリミテッドでね、相当迷ったんですけど、ヘレもね、もう一回使ってみようかなって思ってね、他にもね、何本かあったんですけど、全部処分しちゃったんですよね。で、これだけ思い出の一本で残してたんですよ。で、これもね、結構鋭いエッジがついてるんですよね。どれくらいかっていうと、多分ね、紙をね、切って、当然シャープなんですよ。少し引っかかったね。油がね、ついてるからね。切れますよね。で、これは実際はね、これと同じぐらいなんだけど、ここのね、これ3ミリで、
これ4.2なんですよ。ただね、この5ミリぐらいのとこっていうのは、このオーロラの方がね、全然薄いんですよね。そのせいだと思うんですよ。重く感じるのが。でも刃先は同じですね。で、30度ぐらい。で、ヘレのナイフに関しては、私はね、この辺のエッジっていうのはつけない方がいいですね。メーカーではね、22、3度だとか言ってるんだけどね、全てじゃないと思いますね。あまり鋭いと、まあ、巻き割りなんかしてね、刃がね、少し曲がったりするんですよね。鉄もね、柔らかい鉄、14C28N を今使っているからちょっと違うと思うんですけど、まあ、結構鋭いエッジで来ると曲げる方っていうのはいますね。私も曲げた時ありますね。曲がりやすい。かけるんじゃなくて曲がりますね。まあね、これもね、ハンドルもね、全然壊れなかったね、これに関してはね。ただブレードは結構傷ついてるんですよ。見えるかな？この辺とか線入ってるのがね。まあ、擦り傷なんていうのは出てきますね。だからね、あんまりね、ミラーシャイニングになってるっていうのも、どうなのかな？どうせ傷入るんでね。こういうサテンとかっていうのはね、目立ちづらいけど、傷入りますよ。どうしても。で、こういうミラーになってるものっていうのは、傷がね、バン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 使えばなるんでね。で、いちいちそんな傷入っちゃうとかね、私は気にしてらんないんで、そんなの気にしたらね、現場で疲れるだけだし、使ってて面白くないんでね。で、これも浅いコンベックスですね。こっちの方は右側の方が丸めてあります。もう純粋なスカンジではないですけどね。これはでもね、これで一番強度が保たれてるんじゃないのかなと思うんで、ヘレはあまり、私は、こういうトキントキンになんない方がいいと思いますね。まあ、あとトキン、こういうコンベックスがね、嫌いでスカンジはね、本当にピタッっていうのがいいっていう方もいると思うんですけど、でもピタッて研いだら、先端にマイクロ入れないと、20度弱とかのだとね、あ、じゃあ20度弱じゃない、30度弱か。持たないと思いますね。30度とかでも、私はコンベックスと、この VH だったらコンベックスの方がね、耐久はもちろん優れてると思うんで、VH の30っていうのは結構厳しいと思いますね。でね、ついでにね、ちょっと紹介したかったのはね、ヘレ今出したんでね、これヘレのボックスになるんですよ。ボックスもね、これがね、久々に買ったからね、いつだったか忘れちゃったんです。多分2020年ぐらいからこの箱に変わったんですよ。昔の箱の方がかっこいいんですよ。私、ナイフの箱とかってね、部屋にね、飾ってあるんですけど、こっちの方がね、しかもなんか箱がしっかりしてない感じ。昔の箱の方がいい箱。こっちの方がかっこいいですよね。なんで、ヘレ手前髪もね、いいナイフです。ただ私は 14C28N に行ってしまいましたけど、まあ、私の刃付けはそんな感じになりますね。まあこれもね、人それぞれ考え方があって使い方があるから、一つの参考になればいいなと思います。では、ありがとうございました。またよろしくお願いします。